大輔のリアガールストーリーズ。こんばんは、小野大輔です。今夜の DGS はですね、ついにやってきました。 DGS in カメリアハウス。1月にやった神谷浩史生誕祭があまりにも不甲斐ない内容だったので、もう一回チャンスください、お願いします。ということで、神谷さんの家をパーティー会場にして、みんなが大好きな浩史のバースデーをお祝いしたいと思います。ということで、オープニングは僕一人でお送りしております。なんでこんなに、ウィスパーなのかというと、今実はヒロシーの家のすぐそばに来ています。ヒロシーは今家にいるそうです。もうすでに玄関の前まで来ていますので、早速突撃してみたいと思います。はい来ちゃった。どちら様ですか。オノディです。あ、文化放送間に合ってます。あ、間に合って、はい。あの待たせたね。どちら様ですか。あ、オノディです。あ、文化放送です。何時に。収録。ああ。はい。やめて。正式に青鬼プロダクションを通してやめてって言うから、後で今日はファックスで送っとくんで、はい、今日まっすぐ開けてください開けてください。うわ、そこにいんの。じゃああれですよ、じゃあドア越しにいつものやつお願いします。怖いよ、なんかドアからなんていやそうですか、はい、お願いします、いつものやつ。はい、はい、じゃあ、はい、僕とあなたの物語ディアガールストーリーズ第45話、ずっと俺のターン。もういいよ、俺のターンとかさ。この番組はアニメのミックスメディアワークスの提供でお送りします。神谷浩史、小野大輔のディアガールストーリーズ。なんかあれ、はい、なんかチェーン的なものが今挟まってるんですけど、はい、はい、間に合ってます。間に、さっきも言いましたけど、はい、青鬼プロダクションを通してですね、正式にお断りしますので、事後報告で。まず弊社来ちゃったから、寒い、すごい寒い。あったよ、寒い。やっぱ優しいな。いるだけだよ。すげえ寒い。小野大輔、会議を開始する。スタッフがいっぱいいるよ。お邪魔しまーす。あ、どうぞ。お邪魔しまーす。いやー、いつ来てもね、いいお部屋ですね、これ。